始まりました。まゆみのサンキューチャレンジ後半戦、イエーイ。ということで今回はゲストの方に、はい、アンジュちゃんをお迎えして、であのお休みの高田ゆずきの代わりに私まゆみが代理 MC、まあ、このまま乗っ取っちゃおうかな的な流れの勢いで来ております。任されております。よろしくお願いします。ということで、まあ、前半戦、はい、まあ、私が投資 14.5 本で、1回当たって410、うん、でアンジュちゃんが 19.5 本でまだ当たりが初当たりなし、なし、マイミ枠になってます今。そんなことも作っちゃおう。いきなり振るね。クマイミ枠とかね、いきなり言ってくれるね。いい根性してるじゃないか。こっから取り戻しましょう。ね、まあミッションの方が2人で合わせて 33,333 発出せってことでね、デフォルトの合計、はい、今410ってことで、うん、でもちょっと削った。そうだ、ね、これね、ちょっとあれね、410をね、いっぱいいっぱい、じゃあもう10回引いて、100回引いてってやる作戦も考えたんですが、はい、まあ、後半ね、しっかりあの大きく、まあ、1万クラスでこう削っていけたらいいよね。このミッション達成したらもちろん視聴者の皆様にプレゼントできるんで、はい、そのために頑張っていきましょう。必死で、ね、はい、ちょっともう初コンビなんですね。いや、そうなんです、うん、ちょっとそこがまだ噛み合ってない。なかなか、そんなことはないと思うんですけど、ね、だからちょっと、ね、これをこう2人の中を深めながら、はい、ちょっとパチンコ台にもね、あっちしてね、はい、やっていきましょう。というわけでぜひ最後までご覧ください。はい、お願いします。お願いします。はい、それでは後半戦スタート。スタート、頑張りましょう。頑張ろう。ルールは簡単、当てるだけ。簡単、当たるやれ。すごい簡単。気持ちは当たる気しかしないんだけどね。そうですね、うん、なんで当たんないんだろうな。乗り打ち、乗り打ちやめます。今ならまだ、なんでその裸で持ってんの。私お財布持てないんですよ。お財布なくしちゃうから。マジで、いつもこのマネークリップで、まあ、マネークリップいいよね。私もマネークリップ便利、なんか憧れたけど。いや、お財布に入れると、お財布落とした時に、うん、全部なくすじゃないですか。まあそうだね、カードから現金から、うん、それ全部分けて待ってます。え、そのままカバンに入ってんの？あんたかポケットとかカバンとか。男っぽいね。いや、ほんと便利です。当たんない。初当たりゼロ、やだ。すげえ、確かに恐怖症になるな。しょうがねえ、前迷惑だから。まあでもこれも修行よ、うん、修行。タレントになるための修行よ。なるほど。いや、本当なんか初当たりの自信を取り戻したくなったら、はい、うん、あのプライベートでアマデって言って。わかりました。当たるから。12月はサンタさんのコスプレとかするの？あ、なんか DFM で、あの、どうですかというようなコスプレできますか、ね、しますか。え、なんかちょうど24と25が土日だから、うん、24と25だけだったらいいです。あ、いいですよみたいな。なるほど。その他は嫌だって。特別祭だね。あれ、ハロウィンはコスプレやった、うん、いや、全然やってない。やってないです。あんまりね、行事ごとに熱心じゃないのかも。あ、そうなんだ、うん、なんか好きそうだけど人混みが嫌だ。人混み嫌だ。人いっぱいいるの苦手です。まあ、見た目とのあれと裏側だね。うん、ギャップあるかもしれないです。見た目はちょっとイケイケなのに。そうかな、うん、ウェーってやってそう。渋谷とか、渋谷ハロウィン、うん、そう、渋谷か原宿にいそう。いない。まじ、秋葉原もありかも。秋葉原はね、でもね、好きですね。あ、じゃあフラッと歩ったらアヌちゃんいるかも。いるかもしれない。ですって。あす、あら、三鷹美琴ゾーン。あれ、ただこっちだと弱いんだよね、やっぱ最強じゃないと。金だとね。ネクスプチアツ。出た、プチアツ。もしかしないか、もしかしなかった。
しなかった。もしかしなかったかね。それだと当たりフラグどっかお出かけ中なのかね。おお、あ、違った先読みが来たと思ったら妨害だから。あ、でもどうだろう、どうなんですかね。最強ミサカゾーンが来た。待ってよ、まだこれだけだとまだ。もっと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 、もっともっともっと、いやー、あーか、あとせめてレベル5に行こうよ。全力っていい足りねえ。レベル5まで行こう。おおお、絆ゾーンだ。来た、止まってください。お姉様、あー、いいぞ。お姉様、あー、おー、やったやったねまさかのここでよ、やっとよかった、全力だやったー、おめでとう。風が気持ちいい。後半戦一発目の当たり、お見事。やっとです、ありがとうございます。お見事お見事。あー、よかった。これ本当に当たりなしかと思った。当たり皆無は免れました。484かな、うん、484で、投資が、25本です。はい、ちょっと使っちゃったな。まあ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 、こっから本当に。はーい、はい、こっからこっからアトランプモードにしよう。結構すぐ押すんだね、パタンってめっちゃ押します、めっちゃ押します。だってさ、キュイーンってならないで、はい、先に分かっちゃって、演出見させられるの辛くない？安心感が欲しい安心が欲しい。パワードスーツを撃破せよ。
きい。キュン、やったー。いや、頼もしいわ。すごい気が楽になった。本当ですか。うん、そらそうよ。イエーイ。ありがとうございます。すごい、その振動でめちゃくちゃ手が速くなる。血行が良くなる。一撃にしよう、こっからは。おー、いいね。嬉しい振動だわ。手が痒いけど、嬉しい。ここの振り分けちゃんと取れるの本当大事。あ、40。あ、これはいったじゃない？あるかな。あ、急に言わない。なんかこの微妙な色の結構だよ。これがね、喧嘩しても終わっちゃうみたいな。あー、気持ちいい。これはお上手です。助かります。はい、頑張ります。パッドが言わなくても当たるのはいいね。うん、まあ、でもなってくれよと思うけど、どうなの、安心感重視なアンジュちゃんとしては。私ね、結構あそこで鳴らなくても、うん、こういうなんかワンチャンがあるんで。でも今ほらはっきりしなかったんで。そうそう。でもあれはあれです。どうなんですか先輩、時にはじらされた。パトランプ先輩どうなんですか。いや、いいです。ちょっと強そうな演出が来て、上げといて落とされるよりも、ああいうふうに一回落とされて、あのさーって思ってる時になんちゃってねみたいな。あの当たり方は嬉しい。あ、第40だ。それで当たれば素敵だもんな。あとはご手伝いします。ラッシュ中って外れても楽しそう。はい、うん。悔しいけど。悔しいけど。言うてね、あと20回しか残りないし。いやー、抜けたくないぞ、これは。まだまだつなげたい。終わっちゃう。さすがにない。終わりました。あ、でも5,006 ポイント。いや、十分。もうちょっと続けたかったね。え、ね、もうちょっと続けたかったけど、特にアンジュちゃんが当たってる時は、はい、私が何も起こんないゾーンに突入してたわ。本当ですか。えー、ちゃん、じゃあ今度こっからマインドさん。本当一緒のタイミングで当てたいんだけどね。ね、2人で来週絶対、ね、さっきハマったから早めに。うん、あれ、アンジュちゃんって、はい、あ、何歳、年齢は内緒。あ、年齢はね、非公開にしてます。あ、非公開。永遠の中二病と名乗ってますので。あ、はい、後で裏で教えてた。あ、わかりました。
永遠の中二病って、はい、なんか中二病のセリフなんだっけ、なになに、目がだっけ、目がーあ、目がーとかこの左手がみたいな、うずくみたいな、封印されし左手がみたいな、はい、そんなこと言ってんの、あ、もうなんかその感覚がね、ずっとなんですよねだいぶ早い頃に開花して、うん、ずっと、あ、そうなんだ、はい、なんかね、小さい時から好きなもの何も変わんないんです、あ、そうなんだ、うん、今も毎週ポケモン見るの楽しみだしえ、まさか家にボールないよね、モンスターボールないよね、 あります、めっちゃいろんなのある、モンスターボールもあるしみたいな、最近ハイパーヨーヨー始めた懐かしい、光るんですよ、夜だから公園とかで光るえ、できんの、いや、あのめちゃくちゃ下手くそだった、小さい時にお母さんに取り上げられたんですよ、あんちゃんもやっちゃダメ、危ないって言われて、その意味が分かりました、危ない、私本当危ない、いや危ないよ多分、うん、すごいな、そうだ、ヨーヨーってすごいよね、私なんかちっちゃい頃さ、はい、あ、まあ、田舎だからっていうのもあるんだけど、けん玉とかだったから、あ、でもけん玉それこそ今ねめっちゃ流行ってる、でも今いい、そうだよね、けん玉大会とかあるもんね、そう世界的に海外とかで、だけどロングビーチの若者みんなけん玉やってますよ、でもなんかあの当時みんながそのスーパーヨーヨーだか、うん、ハイパーヨーヨーだか、うん、今時で遊んでる中、私はちょっと離れた離島でけん玉頑張ってやってヨーヨーいいなとか思って今けん玉の時代ですから、あ、じゃあ昔ちゃんとやったけどよかったな、え、じゃあマリさんお休みの時は何してるんですかパチンコ行ってるか、パチンコ行ってるか、麻雀行ってるか、うん、競馬してるか、土日だったら競馬してるか、あとはもう最近でも DVD 見るよ、なんか、海外ドラマを見る、ちょっと昔の、なるほど、うん、今だとあ、ちょうどなんだっけ、多分わかんないと思うんだけど、あのベロニカマーズっていうちょっと昔のやつなんだけど、普通の配信アプリそういうやつだと字幕しかないから、うん、まだちゃんと DVD 借りに行ってる、吹き替えがいいんだ吹き替えじゃないとほらついていかないじゃん、なるほど、そう、あの字幕オンリー、そんなの嫌じゃん、だってここ日本だよ、まあ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 、これはどっち、何があったんですか、いや、これじゃないの、当該じゃないはず、じゃこれさ、なんか本当に何があったんですか、入賞した矢先にさ、当該の演出来たらなんか先読みなのか当該なのか分かんなくなっちゃう、分かんなくなる、だからこれ当該だわ、ちょっとびくってしちゃった、気にしないで、はい、まゆみさんちって、うん、フクロウちゃんがいっぱいいるじゃないですか、うん、いっぱいいる、何人いるんですか、フクロウさんは4羽、4、あ、4、でも来年1匹増えるよって、うん、そうなんですか、そう、みんな仲いいんですか、なんか我関せずって感じ、あ、そうなんだ、なんか、まあ、誰かが誰かにちょっかいかけには行くけど、なんか手ったりくっついたりとかしてるけど、あいつらに仲いいとかあんのかが疑問だわ、え、そういう感じなんだ、うん、そっかそっか、まあでもずっと見てられるからね、なんか昨日もずっと見てたもん、かわいい、あとね、動物飼いすぎ問題があるんだけどね、私は今は今全部で8匹いるから、 8?フクロウちゃんが4、フクロウは4、犬が2、犬が2、フクロウもモンガが2だから、ああ、めちゃめちゃいる、まあ、出かけ欲とかなったら旅行欲がないからいいんだけど、もう家で楽しい王国を築きたいんだ、そう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 、マイミ王国、なるほど、でもそれで言うと、うん、あれなんだよ、今夜酔っ払っちゃったのワンナイトができないから、あ、すげえ冷静に、あ、帰るわって帰るから、なんか何もロマンとか生まれない、なるほどなるほど、逆にうちフクロウいるよってスイッチみたいな、うちスイッチあるよみたいな、うちフクロウいるよみたいなフクロウでダメだね、そう、うちフクロウ4人もいるけどどう見てくとか言って、お茶するじゃんって、フクロウ見てくあ
んじゅちゃんは何も動物飼ってないの、はい、猫います。あ、結構いるの。猫がいます。猫、猫、あの動物何でもすごい好き。あ、そうなんだ。めっちゃ好き。あの虫でも好き。いや、生きて、生きとし生きてるものみんな好き。で、草とかも好き。待って、爬虫類系も平気ってこと。大好きです。ダメですか。ダメだね。ダメ。え、意外。なんか結構その鳥飼ってるとか、うん、そのももかちゃんとかやかねちゃんとか飼ってる系の人って爬虫類も一緒に飼ってる方とか結構いますよね。なんかそう一瞬悩んだりもしたんだけど、うん、私はあんじゅちゃんみたいに生きとし生けるものが好きなんていうタイプじゃないから。そうなんだ。そんななんか、ダメなんだ。草も好きとかって言えないからさ。本当ですか。誰だ、森に住めちゃう子だ。あ、森に住みたいです。だからキャンプとかも全然平気な子だ。大丈夫。逆にそっちも意外だな。うん、めっちゃ意外がられます。うん、じゃあなんか休みの日にスロットが結構打ちたい自分と、うん、なんか自然の中でなんか生き生きとしていたい自分とがいても結構対立するんですよね。待って、疲れてる。疲れてる。え、なんかあったら言ってね。話聞くぐらいしかできないけど。なんか博物館とか好きそうだね。あー、好きですね。なんかそういうところ行きます。ちょいちょい想像できてきた。本当ですか。うん、結構行きます。ゲームはしない。ゲームはあのね、私ゲームのデビューがすごい早かったんですよ。幼稚園入る前とかに、まあ、みんながもうプレステとかプレステとか買ってもらってる時になぜかセガサターンがめっちゃ欲しくて、うん、セガサターン欲しいってダダこねて、セガサターンとかアドリキャスとかやってなんかレベル高いのよ。早くゲームを始めたから私すごい早く卒業したんですよ。あ、そうなんだ。小学生も結構早い段階でもうゲームはいいかなって。でも、うん、つい本当に1年半とか前にスイッチをついに買って。あ、はい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 、はい、やっぱコロナ禍で家にいる時間も多くなった時に、うん、いや楽しい。めっちゃ楽しい。また思い出してきてた。あ、そう、そうなんで、そうなんで。やっぱね、このやってなかった期間にね、だってそうじゃ、だって今のゲームなんかさ、もう大人用なんだからさ。いや、そう。めっちゃ楽しい。やばい、3枚なくなった。私、後半戦、いつも通りの私になった。あれ、前半のあの速いあたりなんだった。速かったのにあたり。ね。後半はいつも通りです。このクオリティ。あんまり真似しちゃダメよ。わかりました。当たる軌道を感じないといけないんだよな。何ですか。なんかほらこうフラグがあるわけじゃん、うんうんうん、それをここで勝ち取らないといけないわけじゃん、うんうん、それを感じ取らないとダメなんだよ。感じ取らないと今だって。もうさ、このレールガンの楽曲がテンションを上げてくれるんだよね、本当に。このさ、レールガンの曲聴いてたら私も雷出せるような気がしてくるよ。出ないんだけど。でもなんかそんな感じがしない。あ、で出るかもみたいな。ちょっとそれは分かんないかな。分かんない。なんでこれが中二病なんじゃないの。あ、まあまあまあ。え、何の能力がいいですか。自分もこういう能力があるとしたら、やっぱもう上条トーマーがいいかも。あ、でもな、あ、運気もなくなるの嫌だな。 逆無敵みたいな。だから右手でハンドル握ってる限り当たらない。当たらない。そうだ、地獄。地獄じゃん。上条トーマー、まあ、事故当たんないですね。あのエヴァとかにしない。ちょっと左手でできるやつはダメだ。レールガンってこんなにハマったっけね。ねえ、なんかもっとサクサク初当たりを取れて、その上でね、ラッシュにエクストラに入れられるかどうかみたいな感じだと思うんですけどね。あれ、こんなにハマる回だったかな。なんでレールガンだったら当てられると思ってしまったんだろう。浅は
かでした。私たち。カツオチャリいっぱい見たいからねとか言ったからね。当たり取れる方でねとか言って。ラッキーパートナーしました。ちょっとあまりに何も来ないから気分転換、気分転換。でも通常時でもすぐ押すんだ。あの押せるボタンがあったら何でも押したい。あっ、ブーケじゃん。ブーケだ。あ、待って、パトにしてんだっけ。パトにしてんの。でも刺さる刺さる。私はテンション上がっちゃうんだわ。あ、じゃあパトモードにぜひ。いや、しない。あ、久々の水着だ。水着とシャツで喜んでるのやばいですよ。ほんとそれぐらい何も欲しがなかったんですよ、マジで。私アクセラレート好きなんだ。ねえ、こういう、こういう悪いやつ。あ、悪い顔してるのが好きなんですか。なんかだいたい白髪のキャラクターってさ。白髪のキャラクター白髪の、うん、そうそうそう、うん、なんか悪いキャラが多くて、なんかイケメン率高い気がする。例えば、え、エヴァのカオル君だって。ああ、あと、あれ誰だろう、犬屋さん。悪い顔してる。悪い顔してない。セッション丸の方多いかな。セッション丸様大好き。あ、なるほど。あ、だから女性で青髪キャラが人気と同様に、うん、男性は白髪キャラが人気な気がする。ミステリアスな感じですかね。うん、なんかどっちにもいける感ない。なんか敵になってもいいし。あ、そっちか。男も女もいけるみたいな、そういう話かも。何の話してるの、やめてくれる。カオル君そうかなとか思う。あ、まあ、カオル君そうっぽいよね。なるほどなるほど。え、実際の男性とかもそういう方がタイプなんですか。ちょっとこの人何考えてるのかよく分かんない。いや、それはちょっと嫌だ。あ、ダメなんだ。ダメダメ。リアルはちゃんとしてないと。ちゃんとしてないと。白い頭はダメ。うん、ちょっとどうしたのかなってなっちゃう。なるほど、それはダメだ。ちゃんと免許証までちゃんと見るから、リアルな男は。すごい。いや、それ大事かもしんない。いや、大事だよ。大事だ、大事だ、ほんと。堅実な人がいい。あ、え、ある理想のタイプ。ありますよ。ある。すごいめんどくさい。あの、結構、なんだろう、好きなタイプが偏ってて。うん。あの、一つ、髪が長い。髪が長い。髪が長い人を見ると、それは本当になんか男性が言うところの、例えば、うん、ショートカットの女の子を見ると一人目で追っちゃうとかと同じようなことなんだけど、うん、そうそう。あ、あ、ちょっとこれだかな。なになに。いや、一条、あ、一条ない、上条ね。上条。名前覚えられない。一にしないで、一に。上条が今ちょっと上条と、え、なに、ちょっと待って。これ急に来てるか。一回昔当たったことあるわ、これで。やばいやばい、急に。こんなしょうもないお供の話してる場合じゃなかったでしょ。髪が長くて何だろう。いや、もう上条。あー、もうこれは。え、私これで当たったことある。ちょっと待って。ある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 。ほら、アクセラレート来ました。だって、アクセラレートさ、私の代でアクセラレート見た方がいいですよ。ほら、もうこれ多分今日最後のアクセラレートですよ。ちょっと待ってよ。めちゃくちゃ強いの来てるさ。やった。いや、なんかね、あれ、これはって思いながら、なんか話が結構。あー、ごめんね、ごめんね。大丈夫。いや、いいよ、当てちゃって、当てちゃって。いや、これ当てちゃって。おー。ほら、ほら、ほら。5分の4。やだ、かっこいい。ね、顔、顔いい、顔いい、顔がいい、顔がいい。やだ、アクセラレートのこと殴らないでよ、ちょっと、上条くん。でも、ここは上条くんに勝ちをもらわないと。お願い。
ね。アクセられた。私もね、アクセられたのが全然好きです。でしょでしょ。めっちゃわかります。え、なんでいきなり、さっきあんだけ先読み外せたのに。意味わかんない。先読み方しくないんだよこれ。いやあ、なんだか良かったけど、まあまあ当たることが大事。あ、良かったです。じゃあそれがもうラストチャンスだね。ねえ、何回だったのかな。じゃあ本当にこれ、いや本当ラストチャンスなんで、やっちゃっていいよ。じゃあ2の2で、いや入れよう。通常時の引けなさをここでバカンさせてくれていいよ。と、ね、いうことはここはラッキーパットロール。私もアンジュちゃんの応援団に回るから、お願いします。ったら当たればいいけど、そう、当たってほしい。もちろん一番はキュイン。ダメだ。横でずっとキュインって言ってあげるじゃん。言ってほしい。代わりにラッキーマイミモード。お、いいね。30か。先輩先輩。あー、おーっとー。確かにこれラッキーパート押し切るの緊張するな。あー、3点が良かったけど、あー、私キュインティーの準備してるからね。本当でした。できてるよ。いけますよ。じゃあちょっとそろそろ。あー、なんかあんまり全部キュイン。ダメだ。いや、わかんない。いや、わかんない。ワンちゃん、ワンちゃん、緑か。だってめったに赤毛コタ出てこないよ。あーね、うわー、あと20回。また赤毛コタ。あ、キュイン。なんで。いやー、早い。赤だよ。こんにちは。終わった終わった。442ポイント入って、終わった。終わった。なんで。事前資料お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、白熱したね。すごい最後なんか白熱私はずっと手に汗握ってたよ。特に後半。後半やばい。冷や汗を、冷や汗という名のなんかベトっとしたまさかまさかでしたもんね。ちょっとね、ちょっとね、予定通りとはいかなかったんですか。まあ結果をね、はい、ちょっとみんな聞きたいと思うんで、うんうん、恐る恐るですが言わせていただきます。はい、トータルね、トータルね、トータル、その33,333ポイントを目指した結果、はい、結果私たちの合計は5,858。たま、あ、惜しい惜しい、惜しかった、惜しかった、惜しいわ。ミッションがね、3333だったらいけたんですよ。そう、達成してましたからね。ちょっと惜しかったよね。気持ちの面ではもう言ってました。いやですが、まあ、残念ながら一歩及ばずということで、ね、うん、ミッション達成ならずだったので、はい、今回プレゼントはなしという結果になりまして、本当に本当に本当に心苦しいです。本当に申し訳ございません。どうしたらいいんでしょう。本当にこれは土下座とかした方がいいですか。いや、それより多分、はい、後でゆずきから多分ガチなお怒りが来る。説教が、わかりました。ちょっと言わんとこ、はい、言わんとこ、黙ってきましょうか。でもちょっと、うん、タイミングあれば謝ろう。わかりました。でもあんじゅちゃん後半ね、ちょっとラッシュ言って頑張ってくれたし、頑張ったんですけどね。そのなんか見せ場的なものに関しては、うん、大丈夫でした。
このポンコツと比べにならないぐらい。ありがとうございます。私後半いたかなっていうから何も起こんないっていうさ。いやいやいや、いるだけでも、まあ、そうで、まあまあそう、ありがとう、そういるだけでね、いるだけでも十分でございます。花がありますので。ありがとうございます。はい、逆にね、あの別の花もございますけども、まあ、今日はそのアンジュちゃんをねゲストに迎えまして、はい、あの1日過ごしましたけど、どうだった？いや、もう最後はね、本当にあのただただ悔しい気持ちと、あのやるせない気持ちと、申し訳ない気持ちとでいっぱいでございます。ちょっとね、なんかあのせっかくの ね、初共演だけど、ほらほら、なんかあのミッションとかでちょっとプレッシャーを感じちゃったよね。そう、やっぱりね、よくないですよ。すごい気にしてたもんね。そう、そうやって圧をかけて新人空想って言うんですか。いや、だからそう、逆にそうやってあの共通のさ、ちょっとミッションがっていうのを使って うちら仲良くなったから、確かに共闘したんで ね、ぜひぜひ今後ともね、新人入ったばっかり、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。というわけで、まあ、今回はちょっと不甲斐ない結果でしたけども、はい、ぜひあのチャンネル登録と、あと高評価、そして、あのできるだけ、そう、はい、慰めのコメント、応援コメント、どしどしあの待ってますので、気持ち分かるの一言でもうちら救われますんで、すごい怒ってるコメントもあるそういうのはちょっと優しい目でお願いします。すいません。ということで、はい、あの最後まで見ていただきまして、はい、誠にありがとうございます。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。